奥平正新明治23年は、伊予松山藩筆頭家老、奥平東西門や八代当主、俳人。父は、奥平正弘博養父は、奥平昌ちゃん影。子は、奥平帝宗。養名は、隼人。意味名は、帝神少女。通称は男女、山城。号は、うぐい水。文化6年3月17日。 伊予松山藩家老の奥平忠弘氏の長男として松山に生まれる。文政9年、大名分となり、義兵200票。文政12年、家老となり、義兵300票。文政13年、家老奥平音ちゃん影の養子となる。天保9年、江戸城西丸炎城の際に、江戸藩邸の藩主を率いて、江戸城内公用山の警備に当たる。天保十四年、 家老を免じられる。硬下五年、養父の死去により、家徳と、治行三千三百国を相続、大名分、組頭として、より木を預かる。家営三年、家老に復帰。安政三年、藩主、松平勝成家徳相続五礼言状の際に、将軍、徳川家貞に配越。同年家老を免じられる。文久元年、家老に復帰。現時元年、 金門の変の際、御所警護のために、松山より藩兵を率いて出陣。7月16日に刑に到着し、上谷川警備に着く。19日長州軍が、関東から、下立ち売り門に向かった知らせを受け、兵を下立ち売り門に向けるも、戦闘の終了した後であった。明治元年、隠居して、家督を、着難の提倉に譲る。 明治23年8月25日死去。去年82。帝心は、廃人奥平うぐいすきょとしても知られる。地元松山の塩見木王、江戸の田川放浪の門人となり、廃会を学ぶ。後に、廃会総称として、大原その比寿と共に、伊予廃団の中心人物となり、中央廃団にもその名を知られた。苦衆に、梅うぐいす州を残す。 明治14年6月、学び目新法の別冊廃止、廃徊花の明けぼのを創刊しその選者となる。ありがとうございます。